1コートで男子ダブルスを行います。選手の入場です。 Please welcome the players in men's doubles on court 1。 男子ダブルス1回戦です。日本の遠藤博之、渡辺裕太のペアと、そしてインドネシアのベテランモハマド・アッサン、エンドラス・エチアワン、この両ペアの対戦、調布市の武蔵野の森総合スポーツプラザから戸賀野翔一さんの解説でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、それにしてもこの武蔵野の森総合スポーツプラザ、東京オリンピックでの会場にもなるんですけれども、はい、お客さんもどんな体育館なんだろう、そんな思いもあるでしょうね。いや、そうですよね。本当にどこのコートを見るにしてもね、はい、これだけの広さになりますから、ちょっとこう座る場所も考えなきゃいけないですよね。1万人を収容するということ、総合スポーツプラザ、東京調布市にあります。東京オリンピックではこのバドミントンの他に近代五種のフェンシング、そしてオリンピックの後のパラリンピック車椅子バスケットの会場というふうに聞いています。そうですね、立派ですよね。そうですね、ですね。さあ、去年まで東京体育館だったんですが、はい、今年からこのジャパンオープン、この武蔵野の森総合スポーツプラザに移りました。選手たちもなんかみんな楽しみにしているようですね。いや、そうですよね。やっぱりオリンピックというのがつい浮かんじゃうんじゃないですか。はいはいはい、気持ちの中でね。さあ、コート上は遠藤渡辺ペア、そしてアッサンセチアワンというインドネシアのペアです。ただこの遠藤渡辺、はい、7月に準優勝が2回ありました、はい、いずれもその間に敗れてしまったんですが、ランキングも13位まで上がってきましたね。あ、そうですよね。まあ、着実に来ていることは確かなんですよね、はいはい。まあ、そんなに派手さはないんですけれども、コツコツとやってますよね、うん、今、はいはいはい。そしてこちらのアッサン・セチアワン、もうセチアワンはもうオリンピックの金メダルもありますし、はい、世界選手権のタイトルもありますし、そうですね。いや、もう大ベテランですよ、はいはい、34歳になりましたセチアワンです、うん。ダブルを、ね、楽しみにしている人たちにとっては、ね、すごい参考になるプレーが出てくると思いますんでね、はい、いや、本当楽しみですよね。見てても楽しいですし、はい。さあ、遠藤博之31歳前としてのこの攻撃力、爆発力は健在です。そうですね。そしてパートナーが若い21歳のこのサウスポー渡辺裕太、はい、最近まあ試合慣れというんでしょうか、うん、物落ちしなくなってきましたね。あ、そうですよね。まあ、合わせてミックスもやってますから、はいはい、やっぱりコートに入ってやっぱ落ち着きがすぐ出ますよね、はいはい。やっぱり一つでも多くコートに立っていることは、はい、いいことですよ ね、 すね、慣れますよね、はいはい。まあ、ミックスは今年の全英選手権で見事優勝しました、はい、渡辺裕太です。そうです。さあ、こちらインドネシアモハマド・アッサンです。31歳。まあ、この人とのセティアワンとのペアは、6年前の10月から見始めました、はいはい。そしてこちらがセチアワン、もう世界選手権からオリンピックからあらゆるタイトルを持っています、うん。もうインドネシアじゃ神様みたいな存在だそうですね。そうですね。やはり前衛の球さばき、それからディフェンス、はい、で後衛に回ってもやっぱり1本の球 の、 そのコースの良さ、はい、やっぱりこういうものはやっぱり見習うところものすごくありますよね、はいはい。そしてこのインドネシアペア、7月のスーパー500、はい、シンガポールオープンで優勝もしてますしね。なんかこう復活しつつあるというような感じ、はいはい、一時ね、少し退いたかなと思っていたんですけどもね、はい、もうまたここへ来てこうコツコツやってますよね、はいはいはい。ですからこの2人6年前に初めて世界選手権も2回勝ちましたし、スーパーシリーズファイナルも勝ちましたしね、うん、去年はあんまりプレーしてなかったんですけれども、そうです。ですから若い人を引っ張るという意味と、はい、あるいは東京というイメージもあるんでしょうか。うん、そうですよね。やっぱりパートナー変えてましたよね、一時、はいはい。
でまたこういうふうに組み直したということは、やっぱりオリンピックもう一回という意識も高まってきたのかなという気がしますよね、はいはい、ただ各国とも2組まで、はい、シングルスは2人までですね、はい、まあ、インドネシアは、ね、ダブルいいダブルいますもんね、なんといってもナンバーワンの、ね、そうケビンがまずいます。そうなんですよ、エンドヒロリキJapan、 まあ、あそこも国内争いが大変なんじゃないですか、はいはい、まあ、日本にしてもその子も井上金子がいて、はい、遠藤渡辺、そうですね、マーマドアッサン、ロボール、日本も競争厳しいですから、厳しいですよね、はい、さあ1回戦が始まりました。手前日本、できました、入ってますね、サービスオーバー、ワンロー、うん、この渡辺がもう本当に相手が誰であろう物おじしなく、うん、もうガンガンいきますんでね、そうですそうです、まあ、あの攻撃もいいんですけれどもディフェンスもなかなか味があるんですよ、はいはいはい、まあ、ちょっとこうタイプにやっぱり少ないタイプのディフェンスの持ち主でしたよね、あ、そうですか、はい、ついポン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 を返していく男子ダブルの中にあってやっぱり味がありますよね、1球のコース粘り、はい、これはもう定評あるところですよね、それはいや、あのミックスダブルスとの、うん、いや、それだと思います、相乗効果もあるんでしょうか、はい、その慌てて返す必要がないという意識がありますよね、じっくりじっくり返球していきますよね、はい、やっぱりミックスというのはその速さだけでいったら女性が大変ですから、はいはい、やはりスピードをある程度変えながら横としながらでラリーをしていくという部分がありますから、そういうものは男子ダブルの中で生きてるんですよね、なるほどね、はい、そのあたりもこのベテラン相手にぜひ渡辺見せてほしいと思います、はい、インドネシア 4-1、 返します、あ、入りましたね、ネットインですか、はい、サービスオーブ2-4、ベテランの遠藤31歳、チャンスはあったんですが、スーパーシリーズの優勝等々縁がなかったですからね、ここまで、そうですよね、準優勝は何回もあります、3-4、まあ、これはね、インドネシアのアッサンの出来次第、はいはい、それから日本側は遠藤選手の出来次第ですね、はいはい、ここら辺のあの互いの我慢の試合、うん、またつなぎの試合ですよね、はい、5-3、ここはネット、うん、6-3、この両ペアは割と早い展開が増えそうですか、いや、そこまではないと思います、あ、そうですか、はい、セテアワンがね、そんなにスピードアップしてやるタイプじゃないんですよね、はいはい、しっかりコースをこう選んで出していきます、はいはい、だからそれにハマっていくと今度渡辺選手も同じタイプになってくるんで、はいはい、アッサンはあんまりそれは好きじゃないんでしょうけど、はい、ガンガン行きたいタイプですよね、3です、落としてきた、うん、ここはセチアワン決めました、サービスオーバー7-4、セチアワンも180センチ超える長身ですから、あ、そうですよね、それでも前衛でしっかり球、いろいろな球をこう作りますよね、はい、サービスフォルトを取られました、サービスオーバー、はい、
今年から1メートル15センチ、そこへ少しでもシャトルが出ていると、はい、ダウンホルトになりますね、はい、おー早かった、うん、サービスオーバー8-5。8-5、セチアマンのサーブから。あーもったいない、ドロップショットですね、まあ、ドロップショット好きなんですけどね。いやそうですよ、大きなアクションからね、はい、キュッとこうネット前を落としていくんですけど、はい、最後渡辺サービスオーバー6-9。さあここは連続ポイントが欲しい日本。ここはネットです。いやお互いにアクション大きいですよね。ですね、強打だよってこう見せて落としていくんでしょうけどね、はい、レシーブセチアマン、落とします。おお、渡辺いい動きでした。はい、3連続ポイント、これで1点差。こういうふうにアッサンのスマッシュを少しずつ殺していくといいんですよね、はい、あのやっぱり決まってるうちはものすごく乗ってきますから、はいはい、彼はレシーこうどんどんリターンされるとやっぱり焦りが出ますからね、力入ってきますね、そこへ持ち込んでいければ一番いいんですよね、はい、いやここは珍しくセチアワンがミスをしました。ナインオールです。あ、追いつきましたね。4連続ポイント。おお、こういうところはね逃がさないんですよ ね。サービスオーバー10。また読みもあると思います。そうですね、あそこからねラケットがあの上出てきてなおかつ下へ向けて リストを効かしてますよね。はは、ちょっと遅れてるかなと思ったんですけどね、しっかり早くタッチしてますからね。よく返しています。ここからですよ、はい、あ、入っちゃったネットインしましたね。なんか無理無理押し込んだっていう感じも見えました。そうですね、11点目が入りました。 11-9 となりまして、うん、第1ゲームインターバルです。まあ結局紙一重なんですよね、はいはい、あのネットインのあの球は、はいはい、下手すりゃ向こうに帰ってるわけですから。そうなんですね、セットが後半半分下がりそうだったら言ってもいいんだけど、まあ、もし見えたらでもユタの場合はスメスは一発最初のスメスだったのか、うん、ちょっとなかなかよく聞こえませんが、いやそうですね、何かあの遠藤選手もいろいろこうしようとか何か言ってますね、いつも。あ、そうですね、まだ遠藤選手のスマッシュがねそんなにたくさん出てないんですよ。出てませんね、はい、そうです、まあ、これからですね。第1ゲームインドネシア 11-9。 よく繋いでいます。渡辺チャンス、サービスオーバー10-11。返します。
この辺のつなぎ、なかなかいいですね。いや、そうですよね。11オール。結局、アッサンの球ではなかなか決まってないということですよ。はい、はい、これが絶対後になって効いてくると思うんですよ。さあ、11オール。サービスサーブ。チェイン。前巻コーチの他に日本ユニシスの坂本総監督も入ってますね。サポートコーチ で、ね、おっとアウトですか。ミスですね。アウトですね。サービスサーブ12オール。ショートサービスラインわずかに届きませんでした。12オール。またネットインですか。ですね。サービスサーブ。多いですね。バドミントンではネットイン最高のショットとまで言われてますけどね。本当そうですよね。打ってきます。返す日本。ここですよね。はい、決まりませんでした。ほらまたミスした。こういうふうにね、はい、やっぱり我慢してるとチャンスも生まれるんですよね。ミスもしますからね、そうなんですよ、はい、いやまだ本当自分で打ってスマッシュが通ってないですよね、はい、フィニッシュになってませんからと多少イライラはあるわけですね。ありますよね。まあそれ救われてるのがネットインで2本入ってる、はいはい、救われてるわけですよ。あーもったいね。サービスサーブ14 13。ネット前からです。返します。日本落としてきた。打たないんですよ、ここで。やった。返します、落としてきた。よくスライドいます日本すよ。さあ遠藤ストレート。おーいいですね。最後ベテラン遠藤が決めました、場内からも大きな拍手。サービスオール14オール。思ったより角度がつきましたね、はい、あれが腰の高さぐらいだと逆に切り返されたかもしれませんけどね、はい、それよりずっと沈みましたから。さあここに来てお互い1点ずつという感じになっています。そうですよね、はい、あった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 サービスホールドを取られました。サービスホールド、という表情です。ロムだからかな、やっぱりね。この今サービスジャッジのところにあの黒いね線ライン、はい、そうですね、ボードにラインが入ってますよね、はい、黒いラインが。あれが1メートル15、はい、これです、はい、あ早い切り返しでした。バックハンドか。16、14、ネットに当たった分ちょっと浮きましたよね、はい、さあ2点差16、14。渡辺優太、うん、あれはやっぱりね、この前衛でその失敗ですよ、アッサンがね、はいはい、ミスショットしましたね。やはり後衛の選手だから前衛はね、はいはい、タッチはいいんだけれども沈んでいかないんですよね。それに引き換えると、はい、セティアワンの球を必ず相手が上げなきゃいけないような配球をするんですよ、はいはい、だからこれはパートナーのために声を作ってるということですよね、はい、でこのアッサに決めさせようということなんですが、そういうことなんですよ。
ただ日本もレシーブいいですから。そうですそうです、自分のパートナーが決定打が決定力持ってるときは強いです、やっぱりね。はいはい、いや早かったですね、今前出ましたよ、節夜ワンが、18-15。さあまた3点差になりました。こう止めたいですね、はい、ね、18-15。おアウトですね、はい、2本目今日16-18。うん、ネットに当たってちょっとスピードが落ちましたね、はい、さあ2点差、うん、ここは一気に追いつきたい日本。そうですね、早い展開、落としてきた、打てなかったですね、セチアはストレート、よく取ってますよ、ナイス、あっと、ここでネット、セチアは、いや、これは粘り勝ちですね、しかしレシーブいいですね、つなぎも、そうですよ、もう完全に食い込んだ球でしたよ、はい、いや、リスト柔らかいんですよね、渡辺選手ね、はい、さあ連続ポイントで1点差、17-18、うん、ここは一気ですよね、はい、一気にいかないとちょっときついですよ、うん、ああ出ましたか、お互いに大事なところで、あ短い、やっぱりしっかりいいサーブ入れたいって気持ちが、いやそうなんですよね、強いんでしょうか、19-17。遠藤打ちます。これだ。返します。渡辺。本当。もう読み切ってる感じです。はい、渡辺落とす。おお、いや深く。これも返す。ああ。と超えない。いや。Good. Game point.20点目インドネシア20-17。いやもう簡単にレシーブはね今勝ってるんですけどね、はい、本当によく返してます、ゲームポイント3つありますインドネシア、サーブはアッサン、ちょっと行っちゃったですね、レシーブがネット、結局第1ゲーム21-17、まずインドネシアのアッサン・セチアワンが取っています。なかなかいいラリー、いいレシーブ、はい、日本見せてるんですけども、もう一つ点にね、スマッシュはもう完全に読み切ってますから、はい、対応できてますよね、ちょっとつなぎの部分ですよね、はいはい、いやそれで結局アッサンあんまりミスしてないんですよ、少ないですね、そうなんですよ、だからそこがねちょっと分かれ目になってるんですよね、どちらが少なくてどちらが配球が良くなるかによって、はいはい、勝ち負けちょっと変わってくるんですけどね、結局大事なところでミスをしない方が勝ちってことなんですね、そういうことですよね、はい、ちょっと大事なところでサーブミスが出たりしましたが、サーブ受けたらスタートだったでも色1回も大事忘れないね、結構相手綺麗でも相手入ってくるで AP するか、そこがちょっとね見てね、ちゃんと見てね、回してから入れ替え、それ問題はないね、さっき忘れてるね、うん、今からね、ワンときちんとサフレシップからスリースカバーきちんと自分の置き場所ね、2、3球まで離れたら問題ない、この2人はシンプルワンワン、ちょっとちっちゃい動きうまいだから、ちょっと回してこっちから大丈夫、問題ないね、で、あなた上、例えば上だったら仕掛けしてたら、やっぱり後ろからちょっと準備、向こうここ移動から、こっちがもう一回来るから、ちょっともう一回ね、カバーあたりね、前泣きコーチですが、いやそうですね、やっぱりね、遠藤選手がもう少しリードオフマンになってもいいかなと、そう思いますよね、もともと動いていいんですよ、はいはい、
これで渡辺選手にもう少し気楽にやらせるような、はいはい、ここがやっぱり勝負の中で出てくると思いますよ。セコンドゲームラボールプレイ。さあ第1ゲーム手前のインドネシアペア取りました。第2ゲームです。セチアワにミスが出ました。サービスオーバーワンロック。お入ってます。落とす。さあ遠藤、渡辺、遠藤早い展開。いやよく打ち分けましたね、はい、相手のフォアバックコースを変えましたもんね。こう今変えましたよね、はいはい。なかなかねあのネット前前衛入ってああいう風にあの打ち分けていくっていうのは大変なんですよ、よく瞬間に行きましたよね。これも今度は前でセチアワン、うん、2、1、まあ、セチアワンがネット前でいろんな球とかいうのは分かるんですけれども、うん、そうですよね、うん、アッサンがねそこまでこう良くなってくるとちょっと、はい、あの扱いづらいですよね、はい。今日は通りませんよ、はい、スマッシュは。サービスオーバー、トーオール。しかし31歳の朝あそこまで打つとちょっと疲れるんじゃないかって気もするんですが、それは出ますよやっぱり。だからセテワンが時々変わってね、はい、ちょっと遠藤選手ここにいたいな。第一ゲームも大事なところでありました、そうなんですよね。まあどんな選手にも言えるんですよね、はい、やっぱりサーブミスというのはあの自分たちの流れをね、はい、あの切ってしまうというね、これがやっぱり絶対やっちゃいけないことですよね。ただね相手がセテワンが構えて入ってくるとやっぱりより慎重に丁寧に出したいわけですよ、はいはい、でこれがやっぱりミスになっちゃいますよね。入ってます。呼んでいったんですけどね、もうスッと出ますからね前。さあサーブは渡辺裕太。追いつきましたフォール。ただ戸川さんこのサーブも決してあのラリーの開始ではないと、しっかりとこういいサーブを得るのがまずそこからだというのを聞きます。そういうことですよね。お返します。セテワンが後ろですよ。セテワンは前。ああおおいや打つと見せてでしょ今、はいはい、落としましたよね。見てください、ウッド見せてこう沈めましたもんね。なかなかこういうところの瞬間の変更ですよね、はいはい、よく取ったんですけどね、はい、何かこの辺りもこう打ったら、うん、取ったらここに帰ってくるら全部お見通しという感じさえしますね。そうなんですよ、一回あの構えてからちょっと打点変えて落としましたよね、はい。ああいうちょっとした細工なんですけども、これだけで十分有効打になっちゃしまいますもんね、はい、ですからネット前はこういうふうにプレーしたらという何かいろんなことをこう若い選手にも見せてくれてる感じさえしますね。そうです、そうです、あの全部が全部強打じゃないんですよね、はい、やっぱり柔らかい球をうまく織り交ぜながらコースを変えて
上げさせる、はい、これを徹してますよね、はい。早かったな、これも34歳のヘンドラ・セチアワン。ここはセチアワンがミスをしてくれました。いや、これも待ってたとこなんですよ、ですよね。しっかり上から行ってましたからね。注意しなきゃいけないですよね、はい、早いドライブで返してるつもりなんですけどね、ちょっとでも高いと今みたいに来ますから。ああいいですよ、コースですね、一つはまた、うん、いや今日はね本当アッサン決まんないんですよ。そうですね、これはもう絶対チャンスですから。一生懸命打ってるんですけどね、はい、ね、ほとんど読み切ってますから。いいですよ、返します、これも返す、返ります、そちらは、おお返してる、いいですよ、打ち切れないですよ。ここからですね、どうする、どうした、ユータ、おー最後1本ですよ、本当ですね、しかし本当に攻めをしのいで切り返しました、うん、7-6。いいですよね、これくらいじっくりラリーしてやればいいんですよね、はいはい、まあ、インドネシアあまりこうラリーはしたくないかもしれませんね。そうですよ、タンタンタンで決めたいんですよね、はい、エンド、そして渡辺、いやよくつないでいます、セチアワン、アサンが打ちます、セチアワン、いや最後セチアワン決めました。うん、ちょっと浅くなりましたかね、はい、コースが、サービスオーバー、セブンオール、3連続ポイントで止まりました、セブンオール。でも結構打たせてますよ。そうですね、カットミス、セチアワンがネットです。サービスオーバー、8-7。ですからインドネシアにしても打ってるのと打たされてるのでは全然違うでしょうからね。本当そうですよね、いい展開になってますよ。入ってます、9-7、9-7。全く逆でした。チャンスですね、これ。そうですね、ネットイン、お入ってる、上げてセチアワン、いやこれはちょっと浅くなった。サービスオーバー、8-9。そうです、今センターの球がちょっとリターン甘かったですね。ナインオールです。早い、いい動きでした。読み切ってましたね、今、はい、サービスオーバー、行ってそのままですもん、早い、
かミックスで前を早い動きを見せますね。しますよね。読みがいいですよね、はい、ああいうところのね。体がもう自然に動いてる感じです。いやいや、また選手3本目出ましたよ。いや痛いな。やだな。ちょっと短いんですね。はい、ペンオール。そう。アウトです。抜かれなかったですね。よかったよかったこれ。レシーブバックバウンダリーライン割りました。11点目、日本に入りました。11点、第2ゲームインターバルです。まあ、とりあえずリードしてインターバル入りました。いやそうですそうです。ラリーが良かったですからね、はい、途中ね。また渡辺もいい動きを見せました。はい、そうなんですよ。ちも綺麗だから大丈夫。ちょっと長めだけちょっと自分の力サーブですね。サーブですよ。ちょっと足腰待ってる、ね、この当たりこれね。ここまだタイミングないだからちょっと任せろなんかの頑張れちょっとかね。まあ、パターンすごく同じね。あなたセルフィーだからそう回しね、同じ場所じゃないね、セルフチェンジ。でも戸川さん、サーブというのは決して苦手じゃない、突然こうその日調子が悪くなることもあるんだそうですね。これはね、やっぱりちょっと精神的なものがちょっとやっぱり影響しますよね。はあ、少し不安になったりしますと、はい、途端に浮いたり、はい、短かったりというのは出るんですよ。そこまではね、普通通り出してるつもりなんですけどね。あ、これも痛い。11オール、11オールになりました。はい、さあ、ここから15点までが勝負ですよ、はい、1つの。入ってる。何か待ってました。待ってましたよ、本当に。で、ついてもそうですよね。うん、まあ、ちょっと高い球でしたけどね。はい、おっと入ってます。前出ましたからね。はい、サービスこう逆をついた感じになりました。さあここですよ。ここですね。遠藤のサーブです。あ、ロングいった。前詰める。いや、つながれた。セチアワン。遠藤散らします。おっと見てる。おー、セチアワンがネットしてくれました。13-12、この一歩も大きいですね。はい、やはり内容良かったですから。でここはまた連続ポイント欲しいですね。いや、そうです。もう15点まで早く走りたい。いやー、出ましたね。うん、先ほどはロングであれしたんですけどね。はいはい、いや、今かなりね、やっぱり意識してるんです。先ほどのロングはね、なんとかいったけど、はい、おー、よかった。スマッシュぶつけたような感じにも見えました。いやいやいや、今のは気合いを入れましたね。はい、さあ、14-13、渡辺のサーブ。落とす。エンドよく返しています。お、立ち直った。取った。セチアワン、アサン落とす。あ、渡辺よく拾ったんですが、いや、スマッシュ決まってませんね。ですね、全部レシーブしきっているんですけどね。ああいう中から一本自分たちが攻めに行きたいですよね。はいはい、
もう一本なんですね、はい、もう一本つなげたら14オール第2ゲーム第1ゲームはインドネシアが取っています。いや戻れません。待ってましたね、あの相手の前衛の動きをしっかり見てましたよ、はいはい、で溜めて溜めてクロスへ持ってきましたから外されましたよね。15-14返します。コース変えてます。前に詰める、おっと落とす、早い、渡辺優太、朝はもう受けなくなっちゃったですね、はい、これはね、サービスサーバー、ここの前後いいですね、はいはい、さあ15オールになりました第2ゲーム、さあサーブだ、遠藤のサーブです。バックついた、浅くなったチャンスか、渡辺、あ入ってます、あおチャレンジで す, あです、ね、バックバウンダリーラインいっぱいに乗ったかというふうに見えましたが、インの判定にインドネシアがチャレンジ、これ入ってるかどうかえらい違いですね。いや違いますよね、ただねちょっとスピードが落ちてましたから、はいはい、手前に落ちてる感じがするんですよね。さあどうでしょう、入っててください。入ってますよ、十分に入ってます、かね、うん、上段からも拍手です。いやそうですよね、うん、さあ16点目入りました、1点リード。いやインドネシア今苦しいんですよ、打っても打っても返ってくるしね、はい、ちょっと休憩も取りたかったかな、それはもちろんありますね、はい、さあサーブですよ、ロング出すのかショート行くのか、いろいろ相談してますね、そうですよね、はい、相手はアッサン、アッサンがレシーブです。うわロングでもいいんですよ、ロングいった、うん、うわもう渡られてたんですかね、まあ、もちろん呼んでると思うんですけど、はい、渡辺選手もね予測はしてたと思うんですよ、はい、16オール、こっちもバックいった、返します、返す、おお繋がった、はいはい、うん、しかししっかり頑張って返すと、いやそうですね、ありますね、アッサンが前衛で飛びつかなかったでしょう、はいはい、だから今度セテファンが後ろから中途半端になりましたよね、うん、いやこれちょっとしたズレなんですよね、はい、今のも外れた、返します、つながってるつながってる、これいいですよ、よくつないでいる、戻る、返す、セチヤマン、打てない、ユータストレート、いやいやちょっと相手もアップアップなってしたよね、サービスサーバー17オール、アッサンは何しろ休みたいです、はいはい、得意のドロップショットでも決まったかもしれませんね、いやそうなんですよ、センターでいいんですよね、はい、アッサンはもう動けなかったですよ、はいはい、セブンティーンオール第2ゲームです。いやここなんですね、1ゲーム目もだいたいこんな点数からでしたよね、はいはい、一気にスッと持ってかれちゃったの、一本のミスは命取りになりますからね、プレイ第2ゲーム17オール、面に返します、外れた、外れたな、ちょっとタイミング外れたんですよ今、これも18で渡辺選手のフォアだったでしょう、はい、だ遠藤選手は行ってくれるかなという予測があったですよね、
さあインドネシアワンポイントリード、うん、勝負ですね。おー入りません。なんかアッサン疲れてますか。疲れてます、もちろん。これ本当にね集中力ですよここは、はい、18オール。さあ遠藤のサーブ帰ります。渡辺前、お落としてきた。今度早い展開、ユータ決まった、うん、場内から大きな拍手です。ライブ武蔵野の森総合スポーツプラザ。今ねアッサンのちょっとフェイントかけた球を渡辺がついていったんですよ。はい、なるほど。アッサン仕掛けてそのまま行っちゃったでしょう、もうその後ろをカバーする人はいませんよね。はいはい、一か八かの賭けですよね、うんうん、さあこれで19-18。 いや本当に一本しか打てないと思いますから、チェンジ。絶対にミスをしちゃダメですよね、はい、バックティーだ、返します。いやー、前でセチアワン、ここ一本のところでね19オール。ああセテワン気合い入れましたよこれ。19オール、うん、ああっとサイド割った。今のせあのアッサンの球もね全然威力ないんですよ、はい、で渡辺選手体ひねって外して打ったでしょう。余裕がありすぎたというかね。さあ20-19、一本ですがインドネシアにマッチポイント。レシーブ渡辺、さあ戻れるか、帰った。おー繋がってる。セチアワンもう一本帰った。おおおお、いやー頑張りました。オーケー、大拍手です。まあ朝動けないですよ、だけどよく拾いましたね。いやよく取りましたよ。奥の方の球はね、はい、転びながら次の球をしっかりつなぎましたからね、はい、いやすごい大きいですよこの1本。マッチポイントをしのぎました、はい、2本続けないと勝てないわけですから、はい、これはうんときついと思うんですよ。ミスは絶対しちゃいけない、日本ペアもそうですよね、はい、さあゆっくりとアッサンがコートに戻ってきました。プレイゆっくり、あ大きくロムでもいいな。さあ20オール、打てない、ネット、打てないね。アッサンにミスが出ました、はい、さあ今度は日本にゲームポイント。21-20、この人だけだって注意しなきゃいけないからね、はい。さあレシーブはセチアワン、はい、返します。これも返った。セチアワンが打ちます。遠藤前へ、おさあ遠藤ストレートへ返ってきます。ユータ返す、アウト。素晴らしいラリー、よく取りましたね。最後はインドネシアのミスを誘いました。遠藤博之、第2ゲーム大接戦の末マッチポイントもしのいで、日本22-20で取りました。このダブルス1回戦ファイナルゲームです。
いや面白い展開でした。いやいやそうですよ、マッチポイントをしのいだのがもう最高の出来でしたね。はいはい、途中あのバランスも崩してね、そうなんですよ、もう次どこへ打たれてもダメな状態だったんですけどね、はい、うん、何かもうとにかくつなぐんだ取るんだってなんかそんな、うん、この遠藤渡辺の気持ちが伝わってきましたね。そうですね、飛ぶちょっと飛ぶらないね、仕事が大切だ、はい、ね、もう決めて上げたら遠藤例えば不安になったら大丈夫、上げて下から上げてじゃ勝負でしょ、入ってくる上げてコントロール、うん、まあ、レシーブできますからね、はい、今ねそこは言ってると思いますね、はい、ラリー中ね大体例えば遠藤後ろあった前ね簡単ちょっと結構サービスちょっと下がって例えば生まれたらいいね遠藤もらってるあとちょっと 2,3 球まで一回あの、マイナキーコーチはちょっと興奮気味です。そうですよ、言葉早くなりますからね、どん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 ね。いやアッサンが出来上がってきているので、はいはい、これは大きなチャンスですよ。ですね、うん、コート1 20セコンドコート1 20セコンド去年の11月にオープンしました東京都調布市の武蔵野の森総合スポーツプラザ、最大で1万人入ります。今年からこの武蔵野の森総合スポーツプラザにこのジャパンオープン会場を移しました。再来年の東京オリンピックはここがバドミントン会場になります。ファイナルゲームラボールさあプレイ遠藤渡辺粘って逆転してファイナルゲームに持ち込みました。サービスオーバー。まず最初のポイントはワン、ツー、スリーですよ。でしたね。本当にこういうところは憎いですよね。はい、あったない。帰りません。そうですね、だん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 体のキレもなくなってくるし反応も遅くなりますしね。ということは朝に球を集めてもいいわけですか。そういうことですよね、もう徹底してそっちへ持ってって打たせてもいいんですよ、はい、カットが来ますよ今度は。あーなるほどね、うん、バックついた、返します。あーそうです、おーアウトです。セチアワン、うん、やっぱりね、セテワンが何とかしなきゃいけなくなりましたよね、はいはい、状態は。いやいやいや、こんなレシーブしましたね。あのレシーブはね柔らかくリターンなんですよ、沈んでいっちゃうんですね、はいはい、バックハンドですーっとかぶせながら返球してますよね。勢いは全然ないんですよ、はいはい、かえってそっちの方がいや対応しにくいんですよね。ギャンと帰ってきた方がまだそうです、そうです、その方が対応しやすいんですよ、ね、はい、いろんな球を出してきますよですね。いやもうセテワンが何かして仕掛けていくしかないです今、はいはい、インドネシアは。ということはこのセテワン持ったらいろんなテクニックから何からもうみんな出して出してきますよ、うん、こういう早い対応をチャレンジ、うん、チャレンジしました、はい、うん、確かに際どいところではありました、うん、チャレンジコールドイン、インという判定に対してチャレンジです。さあどうでしょうか。入っていますね。入ってますね。チャレンジ unsuccessful. One challenge remaining. チャレンジは失敗でした。4、2。しょうがないですね、これね。はい、
このファイナルゲーム残るチャレンジはあと1回です。日本あーナイスコース。サービスオーバあーこれは大きくアウトですね。ですね、はい、ラッキーですよこれ。出ない。チアワン落としてきた。クロス返す。あ打てない。ラッキーだ。これも返った。返した。いやネット前に決めた。いやよく返しましたよこれも。しかし本当に大ジェームから守りいいですね。5-4完全にフィニッシュになる球をリターンしてますからね、はい、なんでそんなに帰ってくるんだって思うでしょうね、はい、相手はね。よし決めた決まったと思ったショットが返ってくるわけですから。そうですそうです、セチアワンにミスです。しかもつなぎですよね。そうなんですよ。いや、あの自分のパートナーも動き止まってるんですよ。あ、はいはい、だからねここら辺はうんと動きづらいところでしょうね。あ、自分だけ動いていっても後ろが空いてしまうしね。はいはい、これもなんからしくないミスが出ました、セチアワン。そうですね、7-4もう大チャンスですねこれね、はい、5連続ポイント 7-4。あら、あら、あら。サービスオーバー。5。なんか足が引っかかったかなと思ったんですけどね。31歳の遠藤、21歳の渡辺。ああ、もったいない。6、7。しかし相手がまあミスをしてくれたわけですから、ええ、こっちは したくないですよね。そうそうですよ。せっかく今までミスを、うん、何か点をプレゼントしてもらってくれてるわけですから、はい、そうです。おお、やりましたね。小さくガッツポーズの渡辺。9-6 飛び込みましたね、はい、勢いが出てきたような感じにも見えます。そうですそうです。2桁 10-6返します。帰った。これはセチアワンに決められました。サービスオーバー7-10。だからあんまり点数が競った状態で後半入りたくないですよね、はい、点数が離れた状態になったら、はいはい、あの相手も諦めがつくんですけど、競ってるとやっぱり一本勝負してきますからね。頑張ろうってね、気になりますからね。そうですそうです。特にセチアワン、それはありますからね。わあ、セチアワンにサービスミスが出ました。 11-7 インターバルチェンジエンド、11点目が入りました。 11-7 となりまして、インターバル、そしてチェンジエンドです。しかしなかなか、まあ、不思議というか面白い展開ですね。いや、そうですよね。まあ結局あの遠藤選手と
そのアッサン選手の勝負だったんだけれども、はい、アッサン選手先にちょっとギブアップ状態になってきつつあるんでね、はい、遠藤選手がじっくりじっくりやりゃいいんですよ、はい、例えば遠藤設定、遠藤も例えば守るだけで設定して、ユタの前勝負はそれないね、あなた設定いいとするね、ユタ周りでやられないこと、ユタ周りは集中ね、まず1本ね、はいはい、ここは取ることです。やはりインターバル明けの最初の1点ですね、大きいですからね。ファイナルゲーム 11-7 渡辺のサーブ、スイッチアワンです。サービスソーブ 8-11。サーブはアッサン、逆突かれたか、返します。お前出てくるのよく見てましたね、見てるんですね。さあ連続ポイント、インドネシア2点差 9-11。ジャマン打ちます。よく返した、よく返してます。あ、浅くなるところアッサン前出て行ってましたね、10-11 3連続ポイント 10-11。 やる気にさせちゃダメなんですよ、はいはい、元気出てきちゃいますね、おー、アウトだ。こういうところでサーブミスが出ますね、うん、さあここは勝負です、遠藤選手ね、はい、12-10 ファイナルゲーム。返して、いやー、いいコースへ打ちましたね、その前の球も。サービスソーブ、はい、11。いや、まだ諦めてませんよこれですね、さあセチアワンのサーブ、遠藤、浅くなった、遠藤選手のフォアクロス入ってきましたよ。12オール、今まだ単発なんですよね、はい、おー、ラッキーだ、ラッキーだ、セチアワンにミスが出ました。頭抱えましたよ今、いやー、サービスサーバー追いついたところでしたからね、そうです、それでまた相手の後ろいませんでしたからね、はい、あそここう締めたと思ったんですかね、うん、ですよね。上げた、セチアワン、おサービスサーブ、サーティン、アッサンがねえクロス打ったんですよ、カチンときました、あれサーティンオール、こうダメですよこれはね、このシーソーはしちゃいけないんですよ。おお、いいレシーブでした、はい、サービスサーブ 14-13。 さあ第1ゲームから第2ゲーム、ちょっとこのサーブに苦しんだ遠藤、そうアッサン力がありません、遠藤前、おお、はい、よかったですね、いい動きでした、よく出てきましたよ前、ええ、まあ、以前早川と組んでた時は、まあ、前に前に出ることなかったんですけど、そうですね、ええ、うん、今はこうやって前に出る、この前に出るのが面白いと本人言ってますんでね、そうです、今はもう完全にささっと呼んできましたね、
いい動きでした、はい、さあ2点差 15-13 バックついた、はい、サービスオーバー 14-15 まだサーブがやっぱりもう一つ不安かな。でもその前はねちゃんと言ってましたからね。そうなんですよ、ジャワン浅くなった。そうか、ちょっと返しが浅くなってますか。うん、そうですね。15オール。だからスマッシュ1本目のリターンですよね、はいはい、そんなに1本で切り返さなくてもいいと思うんですよ、もう1本打たせるくらいのつもりでいいと思いますよね。2本3本ぐらい打たせて切り返す、もしくはネットへ落としていく、はいはい、相手はそこまで打たないと思いますよ。もうかなり疲労困憊ですからね、そうなんですよ。ダメダメ、こういうワンツースリーのパターン入っちゃダメなんですね、はい、3連続ポイントでインドネシアリードを奪いました。セティアマンは理想的な対抗あのやり方ですからね、はい、バックついた、また来た、また来ましたよ。タイミングはまあいいところで出しますね。本当ですね。 17-15 ダメダメ、こんなパターン一番悪いパターンですよ。ほら一発勝負ですよ。一人にやられてるんでしょ。153点差、5連続ポイントインドネシア。さあもう一度ここは集中して、そういうことです。おお、渡辺、いやいや外してよかったですよ。ネットに止めたらやられてましたよ。16-18さあさあここです。2点差を追います日本。またワンツースリーですよ。3本目まで、帰ってます。あ、3、うん、あいやー、まあ、浅くなったところ。セチアワンサービスオーバー 19-16 19-16 3点差。ちょっと変えたいね流れ。どっちへ配球するか、はい、おおお、ここはベテランよく思い切って飛び出しましたね、サーブを。サービスオーバー 17-19 いい攻めでした、うん、さあ2点差あったんですか、レシーブ。そうですね、何を出すんだ、サーブロングでいくのか、うん、ショートでした。取れるか、打ってないんですよね相手はね、はい、サービスオーバー20点目がインドネシアに入りました。 20-17、インドネシアアッサン・セチアワンにマッチポイントです。もう1時間を超えています。セチアワンのサーブ、レシーブは渡辺、渡辺ですね。最後帰りません。ファイナルゲームは21-17、大接戦になりましたこの試合ですが、最後はベテランのセチアワンの何か頑張りが目立ちましたね。彼一人にこう最後はね、しかしかっとこうまとめて点数持ってかれた感じしましたよ。いやでもね、勝負っていうのはああいうイレブン、ものすごく余裕持って入ったじゃないですか、はい、4点差でチェンジエンドでした。ああいう時のその一本の取り方ですよ、向かい方、はいはい、やっぱりこれはねもう一回考え直す必要ありますよ。これ絶対に動かさなきゃいけない点数のところなんですよ、はいはい、余裕あったはずですよね、
いや残念、本当に。ただインドネシアダブルセティアワン良かったですよ。本当そうですね、大ベテラン健在ぶり、エンドラセティアワンは見せてくれました、ただまだ遠藤渡辺、この後のチャイナオープンとかね、コリアでも頑張ってほしいです。そうですね、戸賀野潮一さんの解説でお送りしました。中学野球の甲子園が幕を開ける。中学生日本一を決める全国中学生都道府県対抗野球大会 in 伊豆。これまで数多くのプロ野球選手を輩出。今年は一体どんなヒーローが誕生するのか。準々決勝から決勝までの全7試合を Jスポーツ3で生放送。ここで J スポーツオンラインショップからのお知らせです。 J スポーツオンラインショップでは7月からアニメ化され話題沸騰中のバドミントンアニメハネバドの公式グッズを現在好評販売中です。キーホルダーや缶バッジなどの定番アイテムはもちろん T シャツやジャージなどのアパレルも販売いたします。 J スポーツのオリジナル企画商品になりますのでぜひ J スポーツオンラインショップをご覧ください。ジャパンオープン2018 1回戦の模様をお届けしています。それでは遠藤選手渡辺選手にお話を伺います。非常に接戦となりました、率直な今の感想としてはいかがでしょうか。とっても悔いが残る試合でした。まだ試合終わったばかりなんですけれども本当にこう試合の流れが行ったり来たりする中で、3ゲーム通じてポイントとなった場面というのは今振り返ると、どんなところがちょっと届かなかったなというところでしょうか。全面的に自分のサーブ周りと、レシーブ の配球がちょっと狭かったと思います。渡辺選手にもお話を伺います。渡辺選手は試合振り返って今日どんな感想をお持ちですか。すごく強い選手で、攻撃場面の連動性がすごく見習わなければいけないペアだったので、そこをうまく切り崩せなかったのが敗因かなと思います。第2ゲーム終盤本当に競った中でマッチポイントしのいで取って、そして第3ゲーム序盤ちょっとこうリードしていけるかなと思ったんですけど、あのあたりの試合の流れとか、心の持ちようというのはどんな感じでしたか。11折り返してあのままセーフティーリードを保ちたかったですけど、11チェンジコートしてからの相手の攻め方というか点数の取り方というのがすごくうまかったかなと思います。まだ大会まだ続いてきますのでまた次に期待しています。ありがとうございました。遠藤選手渡辺選手にお話を伺いました。